有限会社アートグラフ多田の多田千尋と申します。創業は昭和47年に私の父が多田門工所として創業しまして、平成2年に会社組織にしまして現在に至っております。白生地または縫い取りなどがメインで、織物の衣装デザインを手掛けておりまして、それを織物の絵に置き換えまして、で食器にかけて、織れるようにデータ化しまして、フロッピーなり、または門外にして、納品するという仕事をしております。主に旗屋さんの方から小絵という絵をいただきまして、それを織物の絵に変換するんですけども、それを五番の目の衣装紙っていうんですけど、それに置き換えて色をつけてしていく仕事です。で、まあ昔から絵を描くことが好きだったもんで、私の性格というのかにも合ってるんちゃうかなと、はい、大変細かい作業なんですけど、大変な部分は多いんですけども、やってて楽しいですね。まあ、大体、まあ、照英を旗屋さんからもらうんですけども、まあ、最近というのか、もう自分のところで照英を描いて、まあ、こんなような柄はどうですかという提案をさせてもらってます、はい、やっぱコンピューターでは出せない、味といいますか、まあ、綺麗さといいますか、まあ、そのあたりは常に意識しながら、はい、仕事に取り込んでおります。職人の技というんですかね、はい。